こんにちは、綺麗になるてぃチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、このチャンネルでは私が綺麗になるために様々なことにチャレンジして、それを皆様にシェアして、皆様も私も一緒に綺麗になっていくっていう動画を配信していくチャンネルになっています。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録して、次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日のテーマは、この髪の長さでもできるまとめ髪ヘアアレンジです。あ、そうだ、めちゃくちゃ余談なんですけど、最近ねカラコンを変えたんです。じゃーん。私目がめちゃくちゃ悪くて、度ありのカラコンしてるんですけど、韓国のカラコンのショップのオロラさんからカラコンをねいただいたので、つけてみたらめちゃくちゃいい感じだったから、皆さんにもぜひと思って、一応概要欄に URL も貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、で今日ご紹介していくヘアアレンジはこんな感じのヘアアレンジになります。こちらはヘアピンを使わずにゴムだけでできるヘアアレンジになっています。まあ、ちょっとねヘアアクセサリーは使うんですけど、ヘアピンは使わずに大丈夫なヘアアレンジになっています。まとめ髪したいなーなんて思ってる方いらっしゃると思いますので、まあ、ぜひそんな方々の参考になれば嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてご紹介していきたいと思います。ではスタート。なるてよ。はい、じゃあまず使うものは、毎度おなじみシリコンゴムです。これを3、4本用意しておいてください。で、アメピンは使わないので、その代わりにこういったヘアアクセサリーを用意しておいてほしいです。パッチン止めのタイプ、パッチン止めのタイプがやりやすかったりするかなと思います。あとはこういったタイプのバレットタイプ、カチッて止めるタイプのものですね。またはこうやってコーム型になっていて刺すタイプのもの、こんな感じのいずれかを用意していただければ大丈夫です。で、今日はウェーブ巻きにもうしてあります。こんな感じで波巻きを作っておきました。波巻きをしておくことでヘアアレンジをした後髪がふんわり仕上がるので、今日は巻いてみました。で、さらにここに、このワックスじゃなくてもいいんですけど、一応私のお気に入りワックス、じゃん、ルフトのワックスなんですけれども、こういったスタイリング剤を用意してあげるともっとやりやすくなると思います。で、オイルとかでもいいんですけど、オイルだとあのシリコンゴムで縛った時にスルンとシリコンゴムが抜けてしまうんですよね。なのでアレンジをしたい場合はオイルとかじゃなくて、こういったワックスの方がいいです。これを全体的につけていきましょう。で、つける時は今日はまとめ髪するので、こうやって後ろにつけてあげるといいです。後ろに向かって、はい、こんな感じでワックスもつけ終わりました。ちょっと髪の毛が今すごいことになってるけど、使うものはこんな感じで OK です。じゃあ実際にここから後ろを向きながら皆様に分かりやすくお伝えしておこうかなと思うんですが、終始後ろ姿になりますので、こちら側で解説をしながらやっていきたいと思います。で、なるべく分かりやすく丁寧にゆっくりとお伝えしていきますので、今お時間ある方はぜひこの動画を見ながら一緒にヘアアレンジやってみてください。では早速後ろを向きながらやっていきたいと思います。なるてよ。はい、では解説していきます。まずはこのこめかみのちょい上、一番頭で出っ張ってる部分くらいから髪の毛を後ろにスーッと持ってってもらって、後ろで一つにします。この時にこの真ん中に分け目がある方はしっかりと後ろに流すような感じで持っていってください。で、一つに縛ります。で、この時に上で縛るのではなくて、なるべく頭の真ん中くらいで縛るように意識して、下の方で縛るようにしてください。そしたらここをくるりんぱします。真ん中に穴を開けて上から下に毛束を通していきます。耳から上の髪の毛、だいたいこの辺りの髪の毛ですね、これを分け取って後ろで縛ります。で、この時に、先ほど最初に作ったくるりんぱの上で縛ってください。ここもくるりんぱしていきます。先ほどと同様、穴のところに向かって上から下に毛束を通していきます。
そしたら余りの毛束をすべて一つに結びます。で、結ぶときに根元の付近で縛るのではなくて少し離して縛ります。ちょっと毛先の方で縛ってください。そしたらこの毛束を2個目に作ったクルリンパの穴の中にグイグイと押し込んでいきます。そしたら上からヘアアクセサリーで留めてください。しっかりと留められたらほぐしていきます。ほぐすときは必ず爪先で少しずつほぐしてください。で、片方の手でヘアアクセサリーをつけた部分なんかを押さえながら少しずつ片方、もう片方の手でほぐしていきます。で、ほぐすのがあんまり得意じゃないよっていう方は少しだけほぐしたら合わせ鏡で確認して、またちょっとほぐして確認してって少しずつやっていくといいと思います。で、こんな感じでほぐせたら完成です。なるぴょ。はい、こんな感じでヘアアレンジの完成です。結構簡単にできたんじゃないかなと思います。最初の頃はうまくできないなっていう方いらっしゃるかもしれませんが、練習すれば絶対にうまくできるようになりますので、もしこのヘアアレンジ習得したいなって思っていただけた方はたくさん練習してもらってマスターしていただければ嬉しいです。まあでもなるべく練習しなくてもパパッとできるようなヘアアレンジを皆様にお伝えすることを心がけていきたいと思っておりますので、ぜひ次回以降の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあまた皆様も私も綺麗になれるような動画を配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっています。概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。